平成26年度、電検三種の理論の問16の解説をしています。まず A 問題ですね。送電圧ですね。送電圧を E の P ボルトですね。E の P はですね、ルート3分の200ボルト。で、今、1層分ですね。1層分の、有効電力ですね。電力はスモール P ですね。P ワットですね。P イコールですね。R 分の EP の次乗と。こうなりますんで、ルート3分の200をですね、1で割るとなりますと、これは、3分のですね、4×10の4乗ワットと。で、3層ですね。3層分の、ですね、有効電力ですね。有効電力を、ラージ P ですね。ワットと。とですね。ラージ P は3倍のスモール P イコール 3×3 分の 4×10 の4乗と。ということで、4×10 の4乗ワットと、こうなりますね。これをキロに換算しましたね。40キロワットと、こういうことなんですね。で、同様にですね、1層分のですね、の無効電力ですね。電力をですね、スモール Q、バーですね。とですね、Q イコールですね、X 分の EP の次乗と、こうなりまして、3分の4をですね、それから、ルート3分の200と、こうなります。そうすると、これは3分の 4×10 の4乗かけですね。4分の3と、こうなりました。これはですね、10の4乗バールと。すなわち、これはですね、キロバールと。こうなります。したがってですね、9ですね。3層分の電力はですね、3倍の9になりますから、3×10 で、30キロですね、バールと。見まして、これ1番になりますね。はい。それから、B ですけれど、これ、やり方がいろいろあるんですけどね。まず、Q1 としましてね、1層分のですね、図1ですね。Q1 はですね、図1のね、図1の1層分ですね。1層分の無効ですね。無効電力。そうですね。図面がこうなりますね。これが、P になりまして、それから、これですね。これが、Q1 ですね。Q1 で、10キロバールと、こうなるわけですね。で、
で、これはですね、Q1 イコールですね、3分の4ですね、の EP の事乗と、こうなりますんで、EP の事乗かけ、4分の3ですね。まあ、これが10キロと、こうなるわけですが、次にですね、Q2 ですね。Q2 を図2のですね、一層分ですね。一層分の無効電力ですね。とですね。これはですね、こういうことになりますね。こういきましてですね。まあ、これ0ですね。これが P ですね。そうするとですね、これが、今度はここが3分の2になりますんでね、実はこの倍になるわけですね、これね。倍になるわけです。これが Q2 ですね。というのはですね、こうなるんですね。Q2 は、EP の、事乗を割ることの3分の2ですね。ということは、これ EP の事乗かけ、2分の3ですから、これは、EP の事乗かけ、4分の3かけ2ですよね。ということはどういうことか言ったら、これは、これになりますね。Q1 の2と。Q1 が2つですよということですね。ということは、コンデンサーがですね、こちら側にですね、Q1 と、ね、透過と、等しいものがこっち出ますよと。こういうことですよね。こういうことになりますんで、したがってですね、こうなんですね、EP の事乗をですね、XC ですね、これを割ったものが、10×10 の3乗と、こういうことになりますね。で、これはですね、デルタからですね、スターに変えたときですね、ZXLXC もですね、これ3分の Z ですね、それからこれも、3分の XL ですね、これも3分の XC になりますんでね、ということはどういうことか言ったらですね、オメガ C の位置がですね、これがどういうふうに変化するか言ったらですね、3分の1ですからね、3倍のオメガ C 分の1とこうなりましてね、したがってこれはですね、オメガは変わらないので3倍の C とこうなるわけですね、C は3倍になりますよと、こういうことになります。はい、従いましてですね、これは200√3ですね、これの事乗を、300ですね、πC になりますね。これが、10×10 の3乗になりますので、これをですね、解いていきますと、ですね、√3分の、200の事乗は、300πC 分の10の4乗になりましてね。で、これ C を解いていきますとですね、これはですね、800ですね。800×10 のマイナス6乗と。ファラットと、こういうことになりますですね。はい、したがって、これはですね、
1番ですかね。1番です。で、他にもですね、解き方あるんですね。こういうことをですね、わからなくてもですね、これのですね、この Q2 からですね、から、このコンデンサーの容量を解いたものがですね、10キロバールやということですね。それで解く方法もあります。